皆さん、はじめまして。ふわとろと申します。実家帰ってきましたよ。実家帰ってきました。いや、子供じゃないって。なんかさ、DM とかでもさ、お前子供できたなら言えよみたいな。できてねえって。帰って、まあ、迎えに来てもらったんだけど、車に。で、車に入るやいいなや、もう配信のことを根掘り葉掘り言われてさ、俺の母親が嬉しそうに話してくんだよね。あ、でもなんか、ちょっと配信やっててよかったなと思った。あんた、ランキング見たらいつもおるやんみたいな。あの、みたいな。ちょっと気まずいんだよな、でも。なんか、すごい照れくさいんだよな、配信のこと言われると。で、なんか、どこから仕入れた情報か知らんけど、いや、あんたアーカイブはサブスク限定にして、やった方がサブスク増えるよとか言われて。いや、どこでそんな知識手に入れたのって言って。ツイキャスのなんか、ナナちゃんがやってたとか言って、あ、そうなんだ、つって。うん。でも俺はいいよっつって。だからね、そういうアドバイスもいただいたりして、ね、あと妹がなんか、え、リーちゃんユユータとゲームした、彼氏がユユータめっちゃ好きなんやけどって言われて、あ、そうなんだっつってあとなんだろうな、ずーっと6時間ぐらい家族でUNOやってたずーっと3人でずーっとUNOやってた。気狂いそうだった、マジで。ウノ言ってない。いや、それまさにその戦争起きたら、え、ウノ言ってない、言ってないとか言って、いや、言ったって言ったよ、俺、ウノ。しかもさ、帰りの飛行機でさ、もうマジ疲れてさ、で、飛行機の中に寝てやろうと思ったらさ、斜め前のガキがさ、シートとシートの間からすげえこっち見てくんねん。え、何と思って。でさ、見つめ返してもさ、目線をそらさないわけよ。ええー、と思って。で、寝るじゃん。で、目開けたらガキがずっと見てんのよ。なんでこっち見てんだろう。でもさ、話しかけるわけにもいかないしさ。それでずっと気になって寝れなくてさ。仲間意識ってなんだよ。視聴者、いや、視聴者じゃねえだろ。なんか指を加えながらさ、手ギットギットなのよ。なんかポテチとかで。ポテチとかの油で手ギットギット指、なんか、こう舐めながらずっとこっち見てくんのよ。同い年のこと仲良くしたいだろって。いや、もう31ですよ、僕。ねえ。で、実家帰ったら、あとね、なんかね、ゲームしようって話になって、まあ、結局ゲームはせずにUNOになったんだけど、まあ、UNOをやるっていう前に、まあ、ちょっとゲームしようっつってゲーム探してたんだけど、そしたら、めっちゃ PS2 のソフト出てきてさ、なんか、パチンコのソフトばっか出てくるんだよ。パチンコソフト10本くらい出てきて、あ、これ親父のだっつって。で、お妹が、ママパパのパチンコのゲーム出てきたって言って、あ、そうなんっつって、うん。妹と言ってた、パパって、あれなんだねって。ゲームでも依存症だったんだねって。その中の一本に謎のギャルゲーっぽいソフトがあったからちょっとパチってきた。ちょっとこの後やろうかなと思って。謎のゲーム。実家にあった謎のゲームパチってきた。誰も知らないゲームだと思う。タイトル言ってみ。ラブストーリー。シンプル2000じゃない。あとさ、シンプル2000といえば、地球防衛軍2が、未開封であった。あれ、これワンチャンプレミアつくんじゃねと思って。未開封レア？ガチ？今更地球防衛軍2の未開封欲しいやついる？ねえ。メルカリに転売しても売れねえぞ、500円。500円でも売れねえだろう。ラブストーリー、アマゾンのレビュー1位らしい。一番いいじゃん。地球防衛軍2は100億で3000で落選されてる。ええー、マジで？じゃあ未開封やばくない？じゃあ誰かちょっと売るよ、じゃあ。35万円から。ちょっとさ、俺さ、30万ぐらいの椅子欲しいからさ、もうさ、俺ゲーミングチェアがさ、ボロボロでさ、床がさ、剥がれたこの革で、もう、クソ汚いんだよね、床が。もう黒の。てか、汚いと思ったらめっちゃ掃除してくれたわ、奥さんが。ありがとう。ちょっと今めっちゃ綺麗になってるわ。え、何そのナチュラルな掃除。何そのナチュラルな愛。俺地球防衛軍売ってさ、椅子買うから頼む。買ってくれ。俺の未開封の地球防衛軍2。サイン入りって。サインするするするよ。35万で買ってくれるなら。俺サイン書いたことないけど、じゃあ頑張って勉強してサイン考えるよ。